今回は川崎第54弾飲んだくれ編です。まずは鹿島田のめちゃくちゃ美味しいホルモン焼き屋さん、亀マンさんですね。この前ね、横浜でマイチンさんをね一緒に行ったね若い子がね、僕の知ってるね美味しい焼き肉屋さん連れて行きたいんで行きましょうってことでね一緒に行ってきたんですよ。こちら鹿島田駅から歩いて5分ぐらいですかね、すぐです。もう本当にねめちゃくちゃ美味しくてビビりました。今回僕は初訪となりました。ホルモン以外にもね本当に普通の焼肉屋さんにあるようなメニューもあるし、よそでは見られないようなねいろんなメニューが盛りだくさんでした。もうとにかくねこちらね肉がめちゃくちゃ鮮度が良くてバチクソうまかったですね。このタンなんかももうサシがめちゃくちゃ入ってて柔らかいのにコリコリしててマジうまかったですよ。もうね僕らは5時過ぎぐらいに行ったんですけどもうすぐ満席になって次から次へとお客さん来る感じでめちゃくちゃ人気のお店でしたね。やっぱりねこういう七輪で炭で焼くって全然味変わってきますよね。この煙でいぶされる感じがいいんですよね。そしてこの豚レバなんですけどなんかねレバ刺しチックに、まあ、さっとね炙って食べるんですけどバチクソうまい。そしてこのミックスホルモンやばかったわ、これマジうまかったですね。ここでね食べたホルモンとか精肉とかまずいね一個もなかったですね。ここね超絶おすすめですわ。ミックスホルモンはねハツとかミノとかまあ普通のねマルチョウとかいろんなやつがもう5種類ぐらい入ってるんですけど、おっと入ってたかな、どれも美味しくてね食感もまた近くてこういうのねたたききゅうりとかね間に挟むとまた肉が進みますよね。そしてねこちら焼肉の上ハラミマジでねうまかった、うまみが満載でしたね。僕もねもうおっちゃんなんでサシが入ってるなんか油の塊みたいな A5 ランクの肉とかね食えないんですよね。こういうのがね美味しい、赤身がね美味しい味があるっていうのがいいですね。そしてこのホルモンサシ3種バチクソうまかった。これね2回ぐらい頼んだと思うんですけどマジうまかったですね。小袋がね特に僕の一番のお気に入りですね。刺しと言ってもさっと火は通してあるんですけど全然生臭くなくて最高にうまかったです。こちらの上ロースも美味しかったな。うん、刺しは細かく結構入ってるんだけど赤身のね味わいがねすごい美味しい。もうねさっと焼いて食べるとねマジね良かったですね。こういうね生ピーマンをね、味付いたひき肉の肉味噌っていうんですかね、それとマヨネーズけど食う、こういうのがまたいいんですわ。こちらガツかな、それと、美味しかったんだね、小袋の刺しまた頼んでねもうバンバン食いました。もうミノも美味しかったな。これもねコリッコリしててねよかったですよ。こういう変わったもんもあるんですけどね全てね全然食感とか味わいが違くてねほんと楽しめました。この赤頭っていうの僕初めて食べたんですけど、さっと焼いてねニンニク醤油で食べるんですけどこれもまたうまくて、ニンニク醤油で食べるねホルモンってあんまないじゃないですか。なかなかうまかったですね。もうこの日はめちゃくちゃ飲んで
めちゃくちゃ食ったんで、ほとんど最後の方は記憶ないんですけど、ここら辺は全然余裕で記憶なんですよね。冷麺も美味しかったです。このね、ユッケジャンラーメンもね、なかなか美味しかったですね。もう鹿島田の亀満さん、本当にここ最近、ここ2、3年かなで一番美味しい焼肉屋さんかなってぐらい美味しかったんで、ぜひぜひおすすめです。マジで行ってみてください。そしてこちらは仲見世通りのもつ焼きジンベイさんですね。こちらね、時間帯なのかな、ハッピーアワー的なハイボールタイムっていうのがあるんですよ。メガハイボールでなんと90円、素晴らしくないですか。僕らはこのね、仲間とですね、このメガハイボールをね90円飲んだくりに行きました。こちらのフライドポテトね、なかなかカリッと揚がっててね、クリスピーな感じで、マヨネーズにアンチョビかなんか混ぜてあるのかな、なかなかね美味しかったですね。最近どこ行ってもフライドポテトうまいんですよね。あとはこちらもつ焼き5種類、いろんな種類が入ってるんですけど、まあこってりなね、とろもつとかもいろいろあったんですけど、そういうのはね若い人に食べていただいて、僕らはあんまり油のない、この時ね、ジジイのよっちさんと食べに行ったんですよ。あとロンさんとね、3人で。で、今回ね、このもつ焼き以外にも、この牛すじ煮込み、大根と卵トッピングでね、行かせていただいたんですけど、とにかくこちらね、まあもつ焼きも美味しかったですけど、これがね、バチクソうまかったですね。本当にね、これだけ食べに行ってもいいんじゃないかなってぐらい美味しかったんで、ここはね、穴場ですね。そのハイボールタイムにこれを食べに行ったらね、いいんじゃないかと思います。本当に美味しくてね、3人でまあまあ食ってね、4、5杯飲んだのかな、3000円ぐらいですよ。やばくないですか。マジ美味しかったんで、ここぜひぜひ来てみてください。そしてこちらのね、牛すじ煮込みに、大根と卵のトッピングが僕のおすすめです。僕みたいなね、のんべえからしたら、安いお酒をガブガブ飲めて、なかなか美味しいね、つまみがあって、ほんでね、3人で、トータルで3000円ぐらいなんて、めちゃくちゃ最高じゃないですか。ほんとこちらのジンベイさん、ハイボールタイムに行けば最高にいい感じになれると思います。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。